ウクライナ軍、ロシア軍中将が戦死と発表。南部へルソン州の戦闘で、ウクライナ軍は26日までに、ウクライナ南部へルソン州での戦闘で、ロシア軍のヤコフ・レザンツェフ中将を殺害したと発表した。ウクライナ軍によると、レザンツェフ氏は南部軍管区に属する第49諸兵科連合軍の司令官だった。ロシア国防省はウクライナ側の主張についてコメントしていない。ロシア軍ではウクライナへの攻撃開始以降、これまでに将官6人程度と黒海艦隊の副司令官が死亡したと見られている。